どうも、オムライです。それでは、マリオカート8デラックスやっていきたいと思います。エキサイトバイクですね。頑張って、レーダーゲームをしていきたいと思いますが、とりあえず1万目指してるんですけど、ちょっと打開的な感じでいこうと思います。まあ、打開のコースとかではないんですけどね、まあ、アイテム取って、巻き返していきたいと思います。一回やってみたいことがね、この山の上にあるコインを、横に走らせて取るっていうのをやってみたいなと思うんですけど、ちょっと難しそうなんでやめますが、でここショートカットですね。ショートカットしてできたらダブルアイテム取りたかったんですが、キノコ置いてった方が良かったですね。でもまあまあまあ、でも3つ来たんでそのまま行きましょう。でコインもマックスなんでいい感じなんで、あとは順位をぼちぼち上げていきたいですね。これアイテム取りながらショートカットしたい。 OKOKOK、 うまいうまいうまい。で、このまま行きたいが、あー、これもうまくないけども、まあ、落ち着いてですね、ああいうことあるんで、よく膨らんだりとかね、しやすいんでコントロールして、うん、これは危ないですね。で、使いましょうかね、使ってここで、うん、これでもあっという間に陣上がるんで、ダブルアイテム OK、うまいうまいうまい。さあ、では上がっていきましょう。コインもしっかりあるんで、前がちょっと怖いんですよね。バナナクルクルしてるんで、バックスナーとかね、置いてきたりとか注意って感じで、ふっと置いてくることあるんで、これはショートカットしましょう。もう前に出ちゃうっていうことで、やけど後ろから来る。やけどしっかりリカバリーしていく。ここぶつからないようにして、お、来た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 。これはナイスですね。オッケーオッケーオッケー。今2位なんで、いやートップの人抜いていきたいですね。でコインが、あー、コイン取れないか、コイン取れなかったー。で、テレサは最高ですね。上位でテレサっていうのは強い。うん、無敵状態っていうのは強いっていうことで、赤コーラどっか行った。まあ、あれですね。キノコ。キノコ、これショートカットに使っていいですね。うん、こうやって勝てそうですね。前はあれです。あの人です。まあ、多分ファンの人でしょうけどね。あー、ミスったー。ミスったけど、こういうところも動画にしていく。あれショートカットしてたら多分勝ってましたね。うん、うまいことドリフトしてたらね。まあミスったんですけど、2位ということで、まあ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 、OK ですね。はい。ちょっとああいうミスは嫌なんですが、しゃあないですね。まあどんな気持ち、そんないい気持ちではないということで、はい、次も頑張っていきたいと思います。今度は、あれですね、できるだけ落ち着いていきたいんですが、最後のね、ゴールする直前でね、気が抜けたりとかしてなってしまったりとかするんですよね。うーん。はい、うーん。ここは9位の方がいいと思うんですけどね。ダブルアイテムしっかりとって。まあ、とりあえず下がってでもしっかりと、後ろをちょっと、大丈夫。OK。さあ、ここはショートカットもいけるんですが、ここ落ちないようにですね、左落ちやすいんで、ショートカットできたらしたいですね。ショートカットするだけやっぱ全然違うんで、すっげー押し合いするドンキーコングですね。このドンキーコングとすごいアイスティーですね、押し合いになりますが、頑張っていきたいと思います。はい、こういう時に軽量級だとね、吹っ飛ばされるんだ。取ってくるか、ここしっかり取りたいですね。しっかり取る。オッケー。あー、クラクション持ってたんか。やけどね、またここからしっかり巻き返していきたいと思います。はい、やられた、やり返す。で、しっかりダブルアイテム取る。コインはここで OK なんで、あー、ダブル防御最高ですね。これで上位上がっていきましょう。まあ、ダブルアイテム入れ替えて投げていいですね、赤コーラね。で、これちょっとイカがありますが、後ろはちょっと置いときましょう。置いといて。うん。防御大事なんでね、大事なんでしっかり置いといて。あ、後ろ来るかな。また来ましたか、テレサ。防御を持っていくっていうのはきついですね。後ろキラー大丈夫ですね。大丈夫ですね。OK。はい。ここ結構バックスナーとかね、しやすくて、逆にされるときは当たりやすいんで注意しながらって感じなんですが、コインが後に前ですね。バナナ OK。ここしっかり取りたいですね。ここもよくバックスナーされてね、ダブルアイテムとか来るんで注意して、これ3周目なんで、ちょっとショートカットして、前のブーメラン怖いですね。ブーメラン注意しつつ、ショートカットキノコしていきたい。で、一応バナナがね、いけるかな。オッケー、よし。さあ、ここジャンプ、ジャンプ。オッケー、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 オッケー。一応クラクション使ってたっぽいんですが、ちょっとバランスが合う。オッケー、オッケー。よっしゃー。やっぱ1位取ったら気持ちいいですね。いやー、オッケーオッケーオッケー。やっぱショートカット大きいです。ショートカットしなかったら、勝ってないですね。1位にはなってないということで。どんな気持ち？いい感じの気持ちです。はい。
はい、ではここも頑張っていきたいと思いますが、ここ結構最初ダブルアイテム取りたいんで、ちょっと打開的な感じでいきます。本当はちょっと動いてた方がいいと思いますね。回線落ちとかすることもあると思うんで。さあ、アイスティーも同じような走り方っぽいですが、ここダブルアイテム取れるんで OK。 ずれると落ちてしまうんで注意ですけどね。前半でスターキノコ最高ですね。ではこれ、あー取れないか。取りたかったね。まあまあまあ、次ダブルアイテム取っていきたいですね。うん、これちょっと前に出まして、しっかりとイン攻めですね。イン攻めしっかりしてって、でここ、あーやっぱーなるね。オッケー、まあでもここダブル取れたんで、ちょっとコインが少ないんでしっかり取っていきたいですね。うん、コインは絶対取っとく。そしてアイテムボックス絶対割るんで、被弾アイテムね、ぶつからない。この3つがまあマリオカート勝つ要素なんで、これはちょっとバランスが崩したんで、こっち行きます。はい、ダブルアイテム狙わずに、ラインがずれたりとかした時は無理しない方がいいんで、ショートカットとかもね、そうなんですが、これは当てますよ。当てるはず。オッケーオッケーオッケー。これ神ですね、当てたのね。まあ、そんな感じでキノコあるんで、イカもしっかりリカバリーしていく、カバーしていきまして、こういうとこバナナ置いてあるのうまいですよね。イン攻めしててふーっと出てきてね、そっち取ってくる。最近ちょっとワリオ増えましたね。やっぱ実況者の影響力って強いですね。自分ではないんですけど、結構マリオカート上手い人ね、何人かあるんで。これ逃げれないか。まあ OK、 でもこれでいけるんで、ワリオがね強いとかで、結局、ワルイージで落ち着いたんですが、これはちょっと後ろも危ない。これはもうこれいきます。で下が結構荒れそうなんで、上行きまして、この次のアイテムしっかり取りたいんですよね。できたらね、うーん、取れるかな。でもあー怖い、怖い。いや、この高麗嫌ですね。ちょっと防御セットしたかったな。あーサンダー来るか。うーん、ちょっとコインが全然ないぞ。コインが全然ない。うわ、こういうふっと現れてくる相手に注意ですね。ここもバナナないかな、あるかな。ちょっと外側行っていきましょうか。外側行ってて、ここダブル取ればまだ可能性はある。順位が上がる可能性はあるんで、 OK。 はい、コイン取りまして、ここは取れないけど、これちょっと前行きたい、前行きたい。 OK、 OK。 さあパックンを避ける。パックン注意して。 OK、 あー3入れたらいいですね。うん、パックン怖え。まあそんな感じで、はい、では頑張っていきたいと思いますが、打開的な感じでいきます。ちょっと回線落ちとかしないために動きながらいきます。これよくバックとかねしてる人あるんですけど、これちょっと動いてた方がいいと思うんですけど、まあ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 、なんかジャンプなり動くなりしてたら多分回線落ちしないとは思うんですが、これもあれですね、打開的な感じですね。逆にね、みんなが打開やったりとかしてると普通に前張りしてる方がね強いんじゃないかっていう説もあるんですが、ちょっとコイン取っていきたいですね。ショートカットしてよかったと思うんですよね。ちょっとコインをしっかり取っていきたい。 OK、 OK、 OK。 でここもしっかり取っていけば7枚。まあちょっと入れ替えまして、置いておく。まあ OK ですね。でこれは滝のとこまで持っていきたいですね。さっきのとこもキラー扱うっぽい。ああいう長弾、ああいうの当たらないようにしないといけないですね。アイテム取っときたい。ちょっとサンダーとか振らないようにしてもらって、まあ大丈夫ですかね。うん、ちょっと、前との距離が結構あるんで、滝のとこでしっかりロングキラー決めていきたいですね。ここミスると左側行ってしまうんで、 OK。 さあこれでロンキですね。ロングキラー入れまして、これできたらぶつかりたい。 OK、飛ばす。 OKOK、 これちょっと微妙にコントロールできますもんね、キラーがね。でここなんでバナナのとこで終わるの。うん、まあでもここでしっかり体勢立て直して、次、あー、ここのサンダーは痛いけど、あー、まっすぐ大きくなったんで、前の人スター強い。ショートカットもいけるし、ちょっとコイン、こういうの危ねー。あー、前の出勤機能か、あれでショートカットか。あー、やっぱりあの人は、よく動画見てるんでしょうね。アイテムの使いどころが分かってますもんね。まあ、間違いなく上手い人の見てるとね、分かるんで。でもそれでレート上げてってるんで、ここしっかり割っていきたい。OK、前の人がダブルを取らなかったのは大きい。
お、これは強いですね。これ強い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 。これそしたらもう3種類のこれ使おう。どうせトゲザー当たってきそうなんで、あーもったいないかな。まあでもちょっと距離がねあるんでこれ使っていきます。おー最後最後スタースタースター、いけ。おー最高最高、いけ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 、よっしゃー。いやキラ使っといてよかったですね。スターの途中でもったいない気もしたんですけど、ちょっと距離があったんでまあよかったですね。オッケー、まあ、とりあえず勝てばいい順位を取ればオッケーということで、うーんですね。はい、では頑張っていきたいと思います。まあ今回戦闘なんでできるだけ前張りしたいですね。あーコイン取れないか。アイテム取ってコイン取ってきたかったですね。ここのコイン取りたいけど前の人取ってくるかな。 OK 取れる。防御欲しいですね。よくここで当てられたりがするんで、ここしかダブル絶対引く。 OK ここしか引いて、キノコとかもし引いたら、あの、ドローンとこね、直進したと思いますが、まあ、とりあえずコイン優先ですね。ワリオが来ました。重い、重い感じですね。ここしっかりダブル取りたいんですけど、とりあえず、まあ、まあいいですね。ダブル防御とかだったらいいんですが、おー、いいですね。上位でこのアイテムいい感じなんで、ちょっとこのままキープしていきたいですね。バックスナとかね、なんかあんなん注意しながら、後ろも注意なんですが、あ、来た来た。これ譲ったらいいですね。譲りまして、まあ、もうちょっと距離あったんで、もうちょっと前行っといてもよかったかもしれないですが、これ当てれたら、あー、後ろぶつかってきたの。これアイテム交換です、アイテム交換。OK。まあ、交換、まあ、1個取りまして、クラクションは最高ですね。これ最高。これぐらいキープしていきたいんですが、コインもマックスで使用いい感じなんで、で攻めてきたらクラクション鳴らすって感じで、ダメだよね。まあまあ、二つ持ってるんで OK か。あ、でもスター、ブーメラン怖いですね。ブーメラン怖い。これ、後ろに投げてきたりとかしたら怖い。うわ、なんでそうやって。もう、こうやって連続で食らうっていうのが、せっかくコインとかも。まあ、しっかり落ち着いていきましょう。アイテム取って、これ魚とかね、ぶつからないんで、これ、前ぶつけていいですね。アイテム交換して。うん。こういうの当たらない。OK。OK。はい、あー、これキノコ置いといてもよかったですね。ダブルアイテム取れなかったらね。テレサ、ここ使えたんでね。おー、ナイスナイスナイス。それはナイス。で、キノコしっかり踏んで、あ、踏めないのか、テレサ。ここしっかり取りたい。あー、ダブル取りたかったけど、いけるかな。ちょっと、いや、注意の赤コーラ、オッケーキック。さあ、いけるかな、いけるかな、いけるか。これ投げまして、前が潰しちゃうか。あ、オッケーキック、いって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 。オッケー。あー、よかったですね。うーん、まあ、そんな感じで。では、なんかよかったらチャンネル登録、高評価、フォローお願いします。ありがとうございました。